やってきました、色紙のない名店探し、鮭川村初上陸です。さあ奥に見えますのは鮭川村のシンボルの一つと言ってもいいですよね、小杉の大杉です。トトロの形に似ていることからトトロの木とも呼ばれていますよね。樹齢1000年ということで、鮭川村の皆さんのこの生活を見守ってくれているんだなって心が温まりますね。あ、ちょっと待って、中トトロがいる、あっち見て、中トトロ、中トトロがいる。いきなりカメラ振ってごめんなさい。実は今回鮭川村で色紙のない名店探ししますって鮭川村役場さんにご連絡したら来てくださったんです。横山さんです。横山さん的、はい、色紙のない名店ぜひ教えていただきたいんですが。そうですね、ありますか。もつの柴田さんっていうお店が、そこの近くにチョコバナナの自販機がありまして、はい、そこはなかなかちょっとないポイントかなっていうふうには。え、面白い、はい、縁結びの木っていうふうにも言われてるので。そうなんですか、はい、いろんな人の縁を結んでいただいて、はい、行ってきます。いってらっしゃい。ありがとうございます。いざ出発。気持ちいい、もう風が最高、開放感たっぷりですね。お、そして出ました、鮭川村を通る鮭川です。この赤い橋が風情があってまた素敵ですね。さあ今どこを目指しているのかというと、柴田さん家のバナナチョコの自動販売機。じゃないですか。わ、やっぱり縁結びですね、トトロの木。戻りたい戻りたい戻りたい。ごめんなさい急に。あ、もつの柴田って看板ありますけど、はい、こちら色紙って置いてますか。え、色紙ありますないですか、うん、色紙のない名店発見です。チョコバナナの自販機がここにあるって聞いたんですけど、どこですか。あ、あ、あったあったあった、こちらですね。え、これ手作りですか。もちろん手作り。すごいですね。どっちおすすめですか。どっち、冷凍と冷凍じゃないの。あったかいではこっちの方がいいよ。じゃ今日のような暑い日は、日はもう冷凍がおすすめ。冷凍がおすすめ。え、ビンクが入ってきてる。かわいい、かわいい柴田さん。はい、300円。カラフルでね、なんかハートもついてて可愛いですよね。柴田さん考えられたんですよね。そう、前はほらスプレーするだけで、うん、こういうのくっつけてなかったんや。くっつけた方が面白いかなと思って。より一層可愛らしさが増してますもんね。うん、うまっ、うまっ、うん、ははは、おいか、うん、細かい、細かい。冷凍してるので周りのチョコレートがパリッとしていて、中のバナナもちょっとシャリシャリ感があって美味しいですね。体の中から涼めます、美味しく。なんでチョコバナナの無人販売機作ろうと思ったんですか。俺ほらコロナでイベントも全然なかったから、うん、あんまり暇だから、こうやったら売れるのか、売れねえかなと思って。小さいお子さんとか絶対お喜びですね。じいちゃんばあちゃんからみんないろんな人来ますよ。うん、竹になんば結構早く来ますよ。大型バイクがツーリングで来て、ここで10台ぐらいバイク止まって。大人気ですね。でもこれやって正解だった。みんなチョコバナナって言えばお祭りとかなんかイベントある時しか食べれないじゃん、うん、
ここ来ればいつでも食べられるって頭があるんだね。なんかお祭り気分になりました。ありがとうございます。こうやって今ちょっと坂を登って視点が高くなっていくと、見てください、この田園風景、すっかり緑の絨毯に見えますよ。お、ちょっとお家が増えてきたかな。役場か。お疲れ様です。あれ、あれ横浜さんじゃない？お疲れ様です。来ちゃいました、役場まで。このタイミングで会ったのもちょっとご縁と言いますか、はいはい、この辺りで色紙の苗名店第2弾ですか。あるんですね、あるんですね。山科母さんって もう行かれてないですか。商店やられてるお母さんがいて、はい、そこは多分色紙ないと思う。ありがとうございます。行ってきます。いや、2度も見送っていただけるなんて。入っちゃいます。おお、生活雑貨に食品にいろいろありますね。こんにちは。この辺り回っていたんですけど、カメラ大丈夫ですか。カメラは、すみません、私が出なければいい。お肉屋さんってなんかお惣菜とか出してますか。うん、出てるんじゃないかな。なかなか美味しいです。おお。次はちょっとそちらのお店に行ってみましょうね。あ、ここじゃないですか。もうすぐ近くです。山科ストアさんの土田精肉店発見です。こんにちは。ショーケースの中、お肉ずらーっと並んでいますね。あの、こちらのお店、色紙ってありますか。ないです。ないですか。色紙のない名店っていうことですね。あ、こんにちは。あら、こんにちは。奥さん、こんにちは。アナウンサーのねえ。すみません、いきなり来て渡辺と申します。ですよね。あの、こちらってお惣菜とかありますか。3時頃から夕方。夕方、そうなんです、ね、日中はやってなくて。いや、お肉屋さんのお惣菜、私大好物なんですよ。お惣菜食べたいです。何品か作ってみますか。本当ですか。やったー、お惣菜。ちょっと隅っこの方で用意しておきます。時間改めていただきます。いただきます。もう食べる気もごめんなさい。テーブルの上がお惣菜パーティーです。いや、本当にありがたい。ありがとうございます。お二人、何時からですとお惣菜普段販売でしたっけ。午後3時頃になればお待ちしています。はい、こちらすごいの見てください。衣ザグザグのメンチカツ、すごいですね、この衣。食感がカリッとするための生パン粉の粗挽きを使っています。ザクザク、すごいです。
中からこのお肉の旨味も溢れてきますし、甘みもありますよね、隠し味にお砂糖ちょっと入れているのもちょっと甘みが感じられるのかな。このメンチカツのファンも多いんじゃないですか。唐揚げの次由来かな。いい香りしますね。これご飯欲しくなる。お酒のおつまみにもいいかも。お塩と胡椒とガーリックの味付けが何とも言えない、他にはないパンチのある味付けにしてます。晩酌のおつまみとか、ね、あと子供さんたちも夕飯のおかずが一番、夕飯のおかずとか、あとお弁当に入れて持っていくとか。白米ですか。ビールの方でしたら。ビールならですか。なるほど、今日キックボードだからな。かわいい肉団子3兄弟です。わかります、テリテリですよ。私肉団子大好きで、もうテリがたまらない。あ、ふっくらしてる。内側からこうわって口の中でこうほぐれていく感じ、おいしいですね。甘じょっぱいタレがすごく合います。メンチカツの、あのお肉ともまた違うなって思うんですけど。同じです。一緒なんですよ。本当に一緒でした。衣がついてない分、あれ、はい、ダイレクトに肉の味わいがあるんで、つなぎもそんないろんなものを入れてないので、ね、口どけもいいかなと。三者三様の美味しさが楽しめました。本当に欠かせない場所でしょうね、きっと地元の皆さんにとってね。今までよりは時間に合わせて温かいものを対応できますので、愛を感じます。はい、はい、はい